8日に死去したイギリスのエリザベス女王の孫ヘンリー王子37は、女王の健康問題の懸念が発表された後すぐに滞在するスコットランドへ向かわなかったことが露呈し、謎が深まっている中、父のチャールズ新国王73は、妻を連れてくるな、と電話で釘を刺したことが原因だったと A3 紙が報じた。また、他の王族と共にスコットランドに向かうために王立空軍機に搭乗することも拒否したという。夫妻はこの夜にイギリスロンドンで行われる慈善団体のイベントへの出席が予定されており、急遽スケジュールを変更したことなどから混乱が生じたためだと情報筋は説明していた。メーガン妃が急遽同行を取りやめた理由は不明だが、王室批判を繰り広げてきた自身は歓迎されないことを心配した可能性が指摘されていた。その結果、ヘンリー王子がバルモラル城に到着したのは一行の到着から数時間遅れの午後8時頃だったという。ウィリアム王子らが搭乗した空軍機には空席が12席あったと3紙は伝えており、全員がウィンザー城に近い場所から出発していたことを考えると、ヘンリー王子は搭乗を許されなかった可能性は高いと見られている。